guess you were lost when I met you. Still there, what tears in your eyes? So out of trust, and I knew no more than mysteries and lies. There you are, wild and free, reaching out like you needed me. A helping hand to make it right. I am holding you all through the night. I'll be the ましては187円なり235円なり122円なり500トンで3円なり478円なりごめんください319円なりごめんください花田です。誰だ花田って。まさかイチロじゃねえよな。そんな、イチロがソロさんなんて。花田です。先日お電話でとりあえず見学に来るようにと言われたもので。花田、大二郎のところの主人も大変お世話になったそうで、親子代々ということになりますが。もう10分も過ぎておる。は？見学だったら5時までに、と言ったはずだが。すいません。こんな、誰にでもできる基本的な約束が守れなくて、どうやって子供を教育しているのか。すいません。その、準備ですとか、いろいろありまして。心より悔いてもおらんのに、謝らんでよろしい。照れ笑いなどしよって、けしからん。じゃあさ、今のは何笑いだ？ん？答えはバカ笑いでした。とにかく、見学ならさっさと来なさい。あんた方のために無駄な時間は取れん。一郎だ。一郎が来た。おりゃー。いてー。何しやがんだ、じじい。靴の脱ぎ方がなっとらん。それから、わしはじじいではないぞ。ゴーダ先生。だ。まったく。大二郎は息子の口の聞き方も教えとらんのか。あれは本当痛いんだ。やかましい。静かにしてないと何度でも痛い目に遭うぞ。さあ、きちんと揃えるんじゃ。そうだ、やればできるじゃないか。それじゃあよろしくお願いいたします。ごあさんで願いましては、73円なり48円なり390円なり212円なり、引いては60円なり、足しては185円なり。ほら、何をやっとるんか。ねねねね
じ。冗談じゃないよ。こっちまで殴られそうな勢いだったんだから。まあ、まあね。中山田小学校の校長を辞めるまで、教師一筋の人だしね。ね、このリンゴうまいわよ。あら、もう構わないで。もうすぐ夕食だし。あ、そうだ。ネックレスとバッグ、忘れないうちに返しとくわ。まったく、こっちがここまで気遣ってんのにさ。昔から厳しいので有名な先生だから。ほら、うちの亭主もお宅の旦那も相当やられた口だってよ。勘弁してよ。厳しいっつったってもうちょっと愛嬌があるよ、普通。確かにね。あれじゃずーっと独り身なのも納得よね。そうよ。ああ、ガミガミしてたら誰も一緒に暮らせないって。はい、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 はい。じゃあ、傭兵。1973円なり。ごめいさん。ごあさんで願いましては。でもね、あのソロバン塾にはみんな行儀見習いのつもりでやってるんだから、普通の子だと 1,2 ヶ月で随分変わるって、遅くても3ヶ月よ。うん、ソロバン塾の給だって取れるし、親の代わりにしつけしてくれると思えば多少はさ、はあ、うちの傭兵は3ヶ月かかったから、一郎ちゃんは半年ってとこかね。でもさ、一郎ちゃんよく塾に行く気になったわね。食べ物で釣ったのよ。塾に行った日の夕食は一郎の希望のメニューなの。なるほど。ただいま。おかえり。おかえり、陽平くん。あ、一郎くんのおばさん。こんにちは。はぁ、どう？見違えたでしょ。ねえ、一郎ちゃんは一緒じゃなかったの？見学してたでしょ？一郎なら残されてるよ。ゴンパチにゴンパチされてるかも。ゴンパチ？ゴンパチよ！やだ！奥さんなんか面から年中殴り飛ばしてるじゃない。一郎ちゃんのこと。だってもう8時半にもなるよ。だからって俺が一郎を迎えに行くのは変だろう。俺は仮にもこの花だけの長だぞ。まさか、お父ちゃん、未だに郷田先生が怖いんじゃないんだろうね。ん？どうなんだ、大二郎。正直言って、ちょっと怖い。でも誰かが迎えに行ってやらないと。一郎がどんなことになってるか。夕飯だって食べられないし。私はやだ。じいちゃんも。ん？うん。お母ちゃんも。あ、よーし、それじゃあ誰も迎えに行かないってことでに。ただいまー。一郎だわ。帰ってきたんだ。なんだよ。今から俺一人でも迎えに行こうと思ってたのに。まったく、お前ってやつは。送ってもらっちゃったー。遅くなってご心配かけ申した。いえいえ、そんな。お気になさらず。帰って送っていただいたりして恐縮です。ごあさんで願いましては、うん、どうやらこの部分だけが気に入った模様で、何十回も何十回も何十回も付き合わされて、それでは失礼いたす。どうもすいませんでした。ご丁寧にありがとうございます。ああ、そうだ、大二郎。はい。子供と取引するなど、もってのほかだぞ。食べ物で釣って、塾に通わせるなんて、そんな条件はすぐに取り消すことだ。
そりゃ、いろいろと作戦でして。そう、作戦、作戦。どうなんですのよ。言い訳はするな。へらへらごまかし笑いなどしおって、いい大人が揃いも揃って、恥を知れ。イチロちゃん、偉いじゃない。ちゃんと塾に通ってるんだって？まあ、週に2回だから、なんとかね。でも、容疑なんてちっとも良くなんないわよ。まだ二月でしょ？次に、コーダソロ番塾様様になるから。噂をすればなんとかだ。ゴーダ先生、こんにちは。いつも息子がお世話になりまして。ああ、これはどうも。いた、大福よ。いつものことよ。ああ見えて甘いものには目がないらしいわ。へえ、あんなに厳しい人がね。なんかおかしいでしょ。それにしても愛想もクソもあったもんじゃないわね。塾だって一応商売でしょ。こっちは月々の大月謝を。何何よ。払ってない。今月分の月謝昨日一キロに持たせるの忘れてた。やだ、どうしよう。今すぐ一キロに持って行かせなきゃ。いいじゃない、次にすれば。塾はあさってなんだし。ダメよ、きちんとしなきゃ。また人間失格みたいに言われるもの。いくよ。月謝のこと忘れた時点ですでにきちんとしてないんだけどね。やだよ、おいら今楽しく遊んでるんだもん。だからそれどころじゃないって言ってんだろ。忘れたのは母ちゃんなんだろ。母ちゃんが持っていけばいいじゃないか。バカ、お前の塾の月謝なんだよ。おい、おい、何すんだよ。いいから引き返せ。大っ嫌いなクソババア。言ってんだよもう。早く行くぞ。私は死んだのか。いや、まだ生きておる。誰か、誰かおらんか。頼む、手を貸してくれ。
助けてくれ。頼む。助けてくれ。お。だってこれ、自転車屋さんで一番高かったんだぜ。イチロン家にそんな金あるのかよ。金だったらあるんだけどさ。イチロン。お？なんだよ、ゴンパチ。わざわざ月謝を取りに来るなんて。今持ってくとこだったんだぞ。それよりイチロン。わかってるさ、おいらの金じゃないもん、使わないさ。脅かすなよ、一郎。本当にゴンパチが来たと思ったじゃないか。え？お。わしはこんな出来の悪い子供に頼るしかないのか。まさか、ゴンパチ。頼む、一郎。助けてくれ。事態は一刻を争う。おい、一郎、どうしたんだよ。大福を喉に詰まらせて死にそうなんだ。コンパチ。お前、手は洗ってあるのか？ものすごく汚く見えるのだが。めっちゃね、泥遊びしてたままだ。どうしよう。構わん。何でもいいから、そのまま続けてくれ。頼む。はい。今だ、ジロ。どうか間に合ってくれ。どうした、ジロ、ダメか。どうなんだ。子犬に頼ったわしがバカだった。そうだ、頑張れ。わしは瀕死の状態なんだぞ。もっと慎重に扱わんか。そんなこと言ったって。笑うな。人の生死がかかってる。一刻を争う時だぞ。そうだった。誰か呼んでくる。小一郎。ダメだ。お前たちだけで何とかするんだ。何言ってるんだよ、一刻を争う時に。これは子供と犬じゃ手に負えないよ。泣き言言うな。男が一度引き受けたこと。男があって、見ろ、こんな姿を誰に見せられるんだ。わしは70年の人生を正しく生きてきたんだぞ。このような生き恥を晒すなんて。生きてるから生き恥だろ。死んじゃうよりずっといいじゃないか。死んだ方がずーっとマシだ。どうかしちゃったのか、ゴンパチ。死んだ方がいいなんて。お前にはわかるまい。人の自尊心というものが。口から何か出てるぞ。大福だ。
もしかしたら今の衝撃で。いいぞ、そのまま引っ張れ。うわー、違った。慎重に慎重に、さっとさっと。わっ！やだやだやだのやだやだ！おいコンパチ、オイラはお前の命の恩人なんだからな。この菓子はでっかいぜ。いいか、二度とゴンパチなんかするなよ。バチが当たるからな。お？ダメだった。じーっとばかり遅かったようだ。助けてあげられなくてごめんな。でも大福のどに詰めて死んじゃったってことは内緒だし、きちんと部屋の片付けもしてあげたし、これでちゃんと成仏できるよね、ゴンパチ。あれ、ゴンパチどうしたの？まだなんか気にしてんのかい？成仏できないんだ。えー、